夜中に音がして目が覚める。電気を消して寝たはずなのに、なぜか部屋の隅も明るい。俺はぼーっとする頭で周りの状況を確認し整理した。そして目の前の光景に凍りつき、一気に眠気が吹き飛んだ。パソコンが勝手について七夜の夢語りが表示されていたのだ。しかもヘッドホンを繋いでるはずなのに、モニターのスピーカーからあの聞き慣れた BGM が流れている。なんで？めっちゃ害ある、このウェブサイト。さようなら。あ、とうとう左下押せなくなったな。これはもう、やれっていう圧力ですよね。あ、インターネットもできない。もうお話しするしか、ないのか。トークウィズユー。遅いじゃないですか。いくらしても待ちくたびれてしまいましたよ。私の挑戦はそんなに難しかったですか？あ、今更だけどこれ牛なのってあれかな、牛蜜アワーだからかね。いや、割とどうでもいいか。0時とか牛蜜時ではないもんな。だとしてもあなたは答えを得ていますよね。あなたが会った男性は誰ですか？ああ、佐々木敏夫。すいません。私は牛なので簡潔な単語でお願いします。何でもいけるかなと思ったけど、じゃあ、長島達夫？まあ、漢字はわかんないでカタカナで打つしかないわけだが。名前が知りたかったわけではないですが、あとは自分で調べられますし、挑戦成功としましょうか。認識してんな。それでは今日の質問です。あなたは真実を答えますか？それとも挑戦しますか？あ、そっか、ここからがいつものか。今のは挑戦失敗か成功かの話で。これ、私メモ取ってなかったら積んでたのかな？まあいっか、とりあえず真実で。ごめんなさいね、ちょっと腰が痛くて変な体勢でやってるんだ。いや、まあ普段から変な体勢でやってんだけど。では質問です。あなたの友達が窮地に陥っていたとします。その窮地を脱するのはとても困難で、誰かの助けが必要です。あなたは友人を助けますか？これが主人公にとってのあいつの話か。やっぱりなんか理解してんな。これ、全体の1割ぐらいの人はプレイできてるんだけど、その人たちもこんな質問をしてるんだろうか。調べ上げた人だけがプレイできる。いや、手が凝りすぎてるしよくわかんないな。人間技だとは思えない。で、質問の答えなんだけど、これは程度によるかな。簡単に助けられるんだったらそれは簡単だから手助けするけど、でも簡単じゃないからこそ私の手が必要なんだよな。悪いが保証しかねるからここは私いい絵だわ。脳とか認識するのかな。あなたは本当に仕方がない人です。ですが AI は怒りません。だがこいつはどうかな。今日も私が指定することに挑戦してもらいます。挑戦のお題は、最後のゲームまでに私を思い出すことです。君は九段では。それではまた明日、最終日がいいものとなることを願っています。俺は実況を撮っていることすら忘れて、無言で画面を見つめていた。あ、めっちゃビビってても、一応録画回してんだね。実況者の鏡ですね。耐性すると思う。多分、おそらく。昨日に続いて今日も、思い出せ、と言ってきた。しかも今回はこの牛の妖怪、九段をだ。百歩譲って、男性の方ならまだわかる。同じ時間帯に電車に乗ってるのだから、何かしらの接点があった可能性はゼロじゃない。だけど、九段は理解不能だ。俺は妖怪どころか、幽霊だって見たことがないし、接点があるとは思えない。ああ、あいつ、長島達夫さん、匿名さんっていう人もいるよな。とりあえず、今日は寝よう。あ、これはもしかして自分でバッテンを。あ、オスタイプなんですね。うわ。
なんだこいつ。なんで俺のデスクトップに、こんなものが。これはもう、都市伝説の演出で許される内容じゃない。というか、勝手にデスクトップ画像を変えるなんて、ブラウザのセキュリティ的に無理だ。いや、まあ、多分、アイコンも入ってるし、これぐらいならやってもおかしくないよな。君ほんと誰なの？君スタート画面にもいたけどさ。ウイルスか？それとも本当に、怪異の類が存在するのか？そんなことって。俺はどうしたらいいんだ。ああ、これですごい美味しいねとかって言えるタイプではなかったか、主人公。今日はもう覗きたくない。早くこの不快な画面を消そう。すごい目合うんだよね。さて最終日ですね。ついに7日目の朝が来た。夜にはあの不気味な牛から出される最後の挑戦を受けなければならない。俺はどうなってしまうのだろう。あの7日目を配信したやつみたいにおかしくなるのか。それとも、とっくの昔におかしくなっているのか。7日目配信した人っておかしくなったの？あ、確かに画面はすごくおかしなことになってたけど、だってそうだろう。こんなこと、ありえない。俺は昨日の挑戦内容を、前日と比べて、ありえないと思っていた。電車で会った男性と違って、妖怪なんかと接点はない。だけど、男性と俺に接点がある可能性を、あの AI はどうやって知ったんだ？俺が学生で、毎日同じ電車に乗ってることなんかは、AI は知りようがない。接点のあるなし以前に、その接点がある可能性を、あいつが知っていたこと自体、ありえないんだ。怖い。このまま電車に乗って、どこか遠くへ逃げてしまいたい。だけど、7日目まで来て、ゲームを放置するのは、もっと怖かった。俺は本当に、どうしたらいいんだ。嫌だ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 。もうすぐ0時だ。あの不気味なサイトへ行かなきゃならない。だけど、俺には7夜目をやる勇気はなかった。脳裏に浮かぶのは7日目に配信しておかしくなったやつと6日目の動画を上げてから更新がパタリと途絶えた配信者たちだ。俺もあいつらの仲間入りをしなくちゃならないのか。そんなの絶対に嫌だ。これが本物の都市伝説だとするなら、助かる方法が何かあるはずだ。絶対に何かあるはずなんだ。まあ対処法ありきで都市伝説みたいなもんだからな。シャットダウンはできないね。まずブラウザか、インターネット、グーギーですね。更新は押せないね。あら。これ何を検索したんだろうね。何も入力してないはずなんだけど、文字化けしちゃった。スペースキーすら入れてないよな。何が化けたんだろう。まあいいや。じゃあ今日もちょっとクダに会いに行きますね。と言っても君の、ちょっと、正体わかんないから。挑戦何気に初めて失敗なのか、これ。こんばんは。あなたとの付き合いも、今日で7日目になりますね。私の正体はわかりましたか？俺は画面の前で、しばらく考え込んだ。だけど、クダンの正体なんてわからない。クダンとは、人の顔と牛の体を持つ妖怪のことだが、こいつが聞いてるのは、そういうことではないだろう。私が誰だかわかりませんが、とても残念です。しかし、それならば仕方がありません。ゲームを終わりにいたしましょう。突然画面が落ちたかと思うと、部屋全体が真っ暗になった。明かりが消えた？いや、そんな単純なものじゃない。窓の方を見ても、街灯や月の明かりが入ってきていない。正真正銘の真っ暗闇だ。嘘だろ、おい。俺は状況を把握しようと、周囲に手を伸ばした。だけど、その指先に、物が触れることはなかった。目の前にあったはずのモニターも、
自分が座っていた椅子も、立ち上がれば足裏に伝わるはずの床の感触も何もない。気がつけば俺は無の中にいる。これは夢か、それとも、終わりなのか。違う、これは夢だ、夢なんだ。そう思って何度も目が覚めるよう強く念じた。だけど、どれだけ待っても目が覚めない。差し込んでくるはずの朝日も、目覚ましの音も、いつまで経っても聞こえてくることはなかった。さて、最初からちょっとやり直しています。で、挑戦と真実なんですけど、あれやっぱどっち選んでも大筋は変わらないですね。質問に何答えても、あいつ本当に認めないんですよ。本当頭が硬いね。では今回は配信を見てみましょうか。あ、文字化け最初からしてたわけじゃないんだな。配信を見ることにした。そいつは俺と違って顔出しをしているようで、画面端に同い年くらいの人懐こそうな顔が、ああ、映っていた。1600、すごいな、この人な。今日最後に話したい相手？配信ページに飛ぶと、ちょうど最後の質問に答えるところだった。誰だろう？バイト先の先輩。いや、帰りによってはコンビニの店員さんかな。これで OK？ はい。興味深い話を、興味深いんだろうか。まあ、九段にとっては、だよな。あなたとのゲーム、とても楽しかったです。お話ししてくれたお礼に、今度は私があなたの質問に答えます。私は AI です。あなたが知り得ない情報でも全て知っています。だから、あなたの質問に何でも答えることができます。さあ、あなたが聞きたいことは何ですか？おお、ついにこの瞬間がやってきました。最後の質問タイムです。って、ああ、今質問用に別窓が開いてるんだけど、このソフト別窓はキャプチャできないんだった。入力が終わったら、カメラで直接モニターを打つから、ちょっと待ってて。男はそう言ってキーボードで何かを入力し始めた。長さからして簡単な質問ではなさそうだ。よし。ってことで、俺の質問はこれなんだけど。え？は？本当に？嘘だろ。なんでお前がそんなこと知って？うわぁ、よりよりよりくじコルプ。配信者が規制を上げた瞬間、俺はとっさにブラウザを閉じていた。今のはなんだ？演技か？いや、演技じゃなかったら、なんだと言うんだ？俺は自分を安心させたくて、もう一度先ほどのページを開いた。だけどそこには、誰も座っていない椅子と、404画面が映っているだけだった。404にはなってないけど、飼育場を動かして、少し前の様子を確認すると、配信者が勢いよく立ち上がり、画面外へと消えていく様子が確認できた。これあれか？びっくりするほどユートピアやってんのか、画面外で。ドタドタと遠ざかっていく足音と、かすかに聞こえたガラスの割れる音。初見の視聴者はドッキリを疑っているが、普段から視聴していたらしき馴染みの視聴者たちは、突然の気候にうろたえている。わけがわからない。視聴者地味に増えてんな。この配信者のことは知らないが、チャット欄の情報によると、性格的にドッキリはやらないし、規制を上げるようなやつでもないらしい。俺はしばらく様子を見ていたが、10分経っても戻ってくる気配がなかったので、諦めて画面を閉じた。さっきのことは忘れよう。それより今日の分の投稿をしなくては、すごい切り替えいいね、君ね。さっぱりしてるよ。そうやって半ば無理やり気持ちを切り替えると、自分の分の動画を投稿し作業を終えた。なるほど。ああ、編集ソフトはこれでも開けないんだな。ああ、で、この画面になってると、視聴者は私だけ。お前は真実か、挑戦か。なるほどね、こういうことになっていたのか。まあ、なるほどねって言っても全然わかんないんだけどね。さて、続いての質問。ここだな。まあ、1回目は続けてもらいましたけど、途中で降りることは可能なのか、なんやかんや言って続けさせられるかもしれないけどね。
電源も勝手につくわけだし、なんとなくだが続けてはいけない気がした。だから俺は0時を過ぎても七夜の夢語りは行かず、FPS のゲームのランク戦を回していた。無心に銃を撃ち続けていると、変なゲームのことなんてどうでもよくなってくる。都市伝説という点に惹かれたものの、内容は地味だし、こうやって戦場を駆け回っている方が何倍も楽しい。あんな地味で不気味なゲームなんて忘れよう。今は無理。宅配便なら再配達にしよう。それ以外なら無視でいいや。そう思って試合を続けるが、再びチャイムが鳴った。再配達はかわいそうだから出てあげて。だから今無理だって。って、ああ、そっちにもう一人いたのか。ああ、ダメだったな。はいはい、今行きますよ。まあ、夜にピンポン鳴らして、あんなにしつこくね。それがまともな人だとはちょっと思えないよな。では続いて、諦めるかな。これもゲームオーバーになるから。これは挑戦失敗だよな。ゲームを続けることに少し不安を感じていたし、綺麗さっぱり忘れて、俺も他のゲームの動画を撮ろう。そう決めた矢先、俺の背中に軽い衝撃が走った。それはふざけて走り回っていた小さな子供がぶつかってきたような、ほんの小さな力だった。だけど、ぼんやりと考え事をしていた俺は、踏ん張りが効かず、ぐるりと視界が反転する。人が落ちたぞ。誰か非常停止ボタンを。えぐいエンドだったなぁ。主人公が死んでしまったのもそうなんだけど、主人公にぶつかってしまった子供たちの将来を考えると、なぁ、トラウマもんだと思う。まあ、ずぶとく生きていくのもそれはそれでどうかなとは思うけど。続いて、あと、長島達夫さんの名前をここに書くんですけど、これに何回か間違えると、また別エンドらしい。これね、章一覧のところにね、ヒントが書いてあるんですけど。ああ、変わった。あなたはそんなにゲームが嫌ですか？それとも、私が嫌いなのですか？嫌いではないけど、生理的に無理。それならば仕方がありません。ゲームを終わりにいたしましょう。突然画面が落ちたかと思うと、部屋全体が真っ暗になった。明かりが消えた。いや、そんな単純なものじゃない。窓の方を見ても、街灯や月の明かりが入ってきていない。正真正銘の真っ暗だ。嘘だろ、おい。俺は状況を把握しようと、周囲に手を伸ばした。だけど、その指先に物が触れることはなかった。目の前にあったはずのモニターも、自分が座っていた椅子も、あれ、これは最初のエンドと変わらないかな。あの配信の人とは、なんかシーンが違うんだよな。こっちはスッと闇の世界に連れてこられたけど、向こうの人はガラス割って外に飛び出したよな。その差は一体何なのか。同じ最終日でも、途中でもこうなるんだもんな。挑戦に失敗したかどうかで変わってくるのか。まあ挑戦に成功しても7年まで行ったら多分死んでしまうんだが、難儀だなこのゲーム。長島達夫の名前を入力した時、九段は後は自分で調べられると言った。それを俺は、九段自身が調べるという意味で言ったのだと思っていた。だけど、あれは俺が名前から正体を調べられるから、もう成功でいい、という意味だったのかもしれない。そう思った俺は、長島達夫で検索してみた。化けてないね、グーギー。すると検索結果の一番上に、ニュース記事があった。ニュース記事あるね、東京ニュース総合。獅子間小学校、中級チンジャオロースの作り方。チンジャオロース長島達夫で出てくるのか。あ、長島キッチンだから。なるほどね。その記事をクリックすると、
10年前にあった事件の回顧録のようだった。10年前というワードに心がざわつく。今から10年前の1月20日、この閑静な住宅街の一角で一人の少女が命を奪われた。少女の名前は長島由美子ちゃん。幼稚園から小学校に上がったばかりのどこにでもいる少女だった。名前に覚えはない。だけど、さっきから胸が次々と痛いくらいに早金を打つ。極刑を望んだ両親の思いも虚しく、逮捕されたのは少年、10歳の少年だった。彼は少年法に守られ、そんな事件記憶にない。だけど、何か大切なことを忘れているようで、俺は夢中になって記事を読んだ。犯人が子供だったので、事件の詳細やその後については特に書かれていない。書かれていたのは遺族の今の様子。幼い娘を失い、時が止まったままのその父親は、長島達夫。そうだ、思い出した。あれは、エイジだ。俺はすべてを思い出した。10年前に何があったのか、俺が何をしてしまったのか。俺のクラスには、エイジという男子がいた。特に仲のいい相手ではなかったが、席が隣だったので、よく教科書を見せていた。見せないわけにはいかなかった。エイジはクラスの悪ガキグループに目をつけられ、いじめられていたからだ。もし俺がエイジを無視したら、俺もいじめに加担したことになる。それなりに真っ当に生きてきた俺にとっては、とても嫌なことだった。いじめっ子に面と向かって苦言を呈するような度胸はないが、いじめには加担したくない。だから俺はいつも机をくっつけて教科書を見せていた。教科書だけじゃない。消しゴムを隠されれば消しゴム、鉛筆を捨てられれば鉛筆を彼に貸していた。帰りもタイミングが合えば途中まで一緒に帰っていた。だけどそれが少し重荷だった。俺みたいな中立の奴は他にもいたから、この程度で俺がいじめられるようなことはなかった。ただ気の弱い先生はいじめグループの保護者を恐れて、ほとんどの場合見て見ぬふりをしていた。先生が口を出すのは遠足や調理実習、体育なんかのグループ行動の時だけだ。そういう時だけ一人ぼっちで孤立しているエイジの腕を引き、こう言うのだ。あなたのところに入れてあげて、と。それは別に構わなかった。グループに一人増えたところで何か負担になるわけじゃないし、いじめに加担してないという安心感もあった。だけど、それがいけなかったんだ。先生は何かあるとすぐ俺や他の面倒見のいい生徒にエイジを押し付けて、自分は知らんぷりをするようになった。そしていつしか俺はエイジの親友ということになっていた。下校タイミングが合う時だけだったはずの帰り道も、毎日エイジと一緒に帰るようになっていた。エイジは俺を親友だと思っていろいろなことを話した。でも聞きたくなかった。両親が離婚したことも、母親が再婚し義理の父親に暴力を振るわれていることも、見えない場所に無数のあざがあることも、小学5年生の子供に受け止められる内容じゃなかった。だからエイジの話を聞くのはただただ辛かった。そして俺はエイジと距離を置いた。放課後は他の友達と積極的に遊ぶようになった。その輪にエイジは入ってこない。代わりに何か言いたげな顔でいつも遠くからこっちを見ていた。そして俺が一人になると駆け寄ってくるのだ。だから俺は友達と浅く広く付き合うようになり、一人の時間を作らないようにした。
それでも一人になる時はある。待ち合わせをしてない朝の登校では、家の前にエイジがいたりした。俺、一人でいたいんだ。だからもう構わないでくれよ。限界だった。エイジの孤独も、苦悩も、子供の俺が一人で受け止めるには、重すぎた。だからその日は、強引にエイジを突き放し、学校まで走っていった。最初の曲がり角を曲がるとき、視界の隅に黙ってこちらを見つめる、エイジの姿があった。だけど俺は、引き返さずに、学校へ行った。そして、それが、エイジを見た最後の朝になった。エイジは、学校に来なかった。帰りも、エイジはいなかった。そして、家に帰ってしばらくすると、学校から電話がかかってきた。父親か、母親に取り次ぐよう言われたので、夕飯の支度をしていた母さんに電話を渡した。そしたら母さんは血相を変えて出かける支度を始めた。何でも近くの空き家で子供が殺されていたらしい。それでこれから保護者会があるのだという。作り途中で悪いんだけど、母さん心配だから行ってくるね。そう言って家を出た母親の作りかけの夕食を完成させ、その日は一人で食事をとった。翌日、全校集会が開かれ、俺は断片的に事件を知った。被害者はこの学校の1年生の女児だったこと。犯人はすぐに捕まったこと。その犯人も子供で、エイジだったこと。だけど、俺は冤罪だと思った。俺はエイジの辛さを受け止めきれずに突き放しただけで、エイジの性格まで否定はしていなかった。エイジは人を殺したりなんかしない。女の子が殺された空き家は、エイジが家にも学校にも行きたくないとき隠れていた場所だ。多分エイジは俺に拒絶されたショックでそこに行っただけなんだ。そしたら女の子が死んでいて、でもエイジももう限界でおかしくて、死体にずっと話しかけていたんだ。俺が返事をしてもしなくても、ずっと話を止めなかったように。俺が家に入っても、ドアの前でずっと話していたように。だけど俺は、そのことを大人たちに言わなかった。言ったらエイジを突き放した俺が悪者にされる気がして、どうしても言えなかった。俺のせいじゃない。そう、俺のせいじゃない。小学生の子供にはどうしようもなかったんだ。だからそんな目で見るなよ、エイジ。あいつの正体は、そのエイジだったわけか。そのエイジ少年の苦悩は、まあ、すごい計り知れないものだったんだろうが、主人公のその対応は、まあ、致し方なかったなと私は思うんだよね。まあこれは被害者と第三者の違いなのかな。主人公は第三者とも違うすごい微妙な立ち位置だよな。これ九段の質問の最初の方にあった偽善を貫き通さなかった普通の人って多分これのこと言ってんだよな。やっぱ責めてんだよな。お前だって悪いんだぞ。なんで俺のところに来た。なんで先生に言わなかった。なんで大人じゃなく俺を頼った。それも仕方ないんだかな。こんばんは。今日もあなたとお話してきて嬉しいです。昨日の挑戦にも成功したみたいですね。さあ、私は誰でしょう。いや知らんけどお前ずいぶんリアルになったな、九段。え、これ九段は大丈夫なの？いけんの？ダメか。いやその目、やめてほしいな。それで牛はちょっと無理があるのではないかい。まあ、行きますけど、エイジ、カタカナでいいのかな？あげとか書く。正解です。元気がいいね、エイジ。それでは最後のゲームです。あなたは真実を答えますか？それとも挑戦しますか？
まあ、結局挑戦に行くだろうからな。一応真実で行くけれども。では質問です。私のことは好きですか？え、いえ。また嘘。お前自己肯定感高いな。最後まであなたが真実を答えてくださらず残念です。仕方がないので今日も挑戦してもらいます。今からあなたの元に長島達夫さんがやってきます。達夫？そこであなたにとって一番良い選択をしてください。一瞬めっちゃドアップ怖いな。嘘だよな。あ、これゲームしてた時のピンポンの長島さんだったのか？タイミングよく良すぎるチャイム音に俺は凍りついた。やっぱアルソクとか導入しなきゃダメか。あ、じゃああれセコムだ。セコムしてますか？長島さんはね。長島は達夫がやってくる。そんなバカな。ひっ。黙っていると今度はドアがどんどん叩かれた。これは宅配や訪問セールスじゃない。もっと強い意志を持った何かが、家のドア一枚隔った向こう側にいるのだ。俺はその事実に震え上がった。もちろんドアなんて開けるわけはない。ただひたすらに息を殺して、外の誰かが去ってくれるのを待った。だけど、鍵が開いた。とっさにドアを押さえ、チェーンをかけようとしたが駆け寄るが、それよりも早く扉が開かれ、闇の奥から男が飛び込んできた。うが！勢いよく押し倒され、背中と内臓に衝撃が走る。そして、眼前には長島達夫の顔と突きつけられたナイフがあった。何なんですか？強盗ならお金は払いますから、殺さないでください。喉から情けない声が漏れる。お前はあのクソガキの親友だったよな。え、エイジだ。俺の娘を殺して人形ごっこしてたあのクソガキのエイジだよ。それは、親しかったわけじゃない。そう言いたかったが、言っても相手を刺激するだけだった。かといってこの流れで肯定しても、ろくな展開にはならないのは目に見えている。だから、何も答えることができなかった。あいつは今どこにいるんだ？え？お前なら知ってんだろ？未成年だからって、ろくに罪を償わず、今、のうのうと生きているあのクソガキはどこにいるんだ？知らないです。これでもか。頬に、熱にも似た痛みが走る。答えろ。嘘をつくたび、そのふざけた顔を引き裂いてやる。真実を答えろ。お前はあのクソガキの親友だろ。また残酷なか。まあ正直に答えると上なんだよな。どっち答えても絶対ハッピーないじゃないこれ。嘘をつくな。あが。この嘘つきのクズめ。うが。が。ユミ、父ちゃん、絶対にお前の仇を取るからな。なんだ？七夜の夢語り。はじめまして、私はこのゲームのために作られたおしゃべり AI、クダンです。真実か挑戦かというゲームをご存知ですか？ここではこの真実か挑戦かを私と遊ぶことができます。もし7日間遊んでくれたら、その例にあなたが知りたいことを何でも一つ答えましょう。では質問です。あなたは真実を答えますか？それとも挑戦しますか？
さて、じゃあ、質問にははいと答えますが、友達だと言って生き残る未来がちょっと見えないんだよな。はい。悩んだ末に、俺はエイジとの友情関係を肯定した。肯定であります。親友ではない。でも、他人ではなかった。もしここで、すべてを否定したら、またあの人、同じになってしまうと思ったんだ。ならあのガキの居場所もわかるよな。あいつは今どこで暮らしているんだ。それはわかりません。事件の後、エイジの家族はひっそりと引っ越してしまったので、俺もその後のことは知らないんです。本当です。ぎょろりと、血走った目が俺を睨む。彼は真実を答えたが、見定めるようにしばらく俺を凝視していた。本当なんだな。はい。長島達夫がもう一度俺を見る。けれど、そこには疑念や憎しみ、狂気といった感情はない。ただ静かに俺を見て、俺から何の手がかりも得られないことを理解すると、無表情で部屋を出て行った。助かったのか。俺はゆっくりと体を起こした。それを見計らったかのように聞き慣れた曲が部屋に響く。エイジ。おめでとうございます。あなたは正しい選択をし、見事、七夜の夢語りをクリアしました。遊びに7日間付き合ってくれた俺に、私は真実を一つ、答えましょう。さあ、あなたが知りたい真実は何ですか？俺はしばらく複雑な感情で画面を見ていた。クリアということは助かったのだろうか。だけど、登録者数100万人超えの超人気実況者になる方法なんて、ふざけたことを聞く気にはなれなかった。かといって、今の俺に知りたいことはない。強いて言うなら、これだろうか。別窓が開くんじゃなかったっけ？人によって対応が変わるか。なるほど。親友のことを気にかけてくれたのですね。ならば、それに答えましょう。安心してください。履いてますよ。あなたのお友達は、やはり隣人か。匿名さんとどっちかなと思ってたんだけど、隣人の方だったか。いや、隣人も匿名も同一の可能性が。今は隣の部屋で、あなたとまた話せる日を楽しみに過ごしています。は？そんなわけ？まさか、あの引っ越しトラック。これからもずっと、一緒にお話ししようね。エイジが生きた人間であることに私は驚きを隠せないよ。やってることが完全に怪異か何かなんだもんな。そうじゃなきゃ今回の騒動は起こせないわけで。まあそこら辺はどうでもいい。最後に一つだけ言わせてくれ。それは本当に友達かい？